はい、屋根修理外壁塗装110番です、えー、お客様によく屋根塗装は、えー、意味があるのかということでよく聞かれるんですけど、えー、よくあのー、外壁塗装の営業の方とかに、えー、ついでに、えー、足場を組んだついでに屋根も一緒に塗っておきましょうとか、えー、飛び込みの <laughs> 営業マンの人に屋根塗装をすれば雨漏りしないとかよく、えー、言われて本当なのかということでご相談を受けるんですけどえー 屋根の状態が本当に、えー、屋根塗装が必要な状態なのかっていうことで変わってきます。えー、屋根はもちろんあの雨風から <laughs> 家を守ってますんで、えー、直射日光を受けて、えー、家の中を快適な気温に保つために、えー、あるんですけど、えー、屋根が剥がれたり <laughs> 割れちゃったり、えー、している状態でしたら、えー、家の中に雨水がまあ、入ってき えー、来る状態なのでで、まあ、そこまで行っちゃうともう正直 <laughs> 屋根塗装をしても、えー、意味はないです、えー、屋根塗装したから、えー、雨漏りが治るというわけではなくて、えー、大事なのは屋根の下地に入っている、まあ、防水シートルーフィングが、えー、しっかりしているかどうかで雨漏りするかしないかって決まってくるので、えー、屋根のまあ <laughs> 屋根材がボロボロに なるまで放置しておけば雨水がずっと侵入し続けるので、えー、防水シートもボロボロになってしまうんですけどそうなるとまあ100万単位の金額でまあカバー屋根を二重にするカバー工事とか吹き替えの工事が必要になってきちゃうので、まあ、そうなる前に定期的な点検をしてあげて、えー、スレートとかトタン屋根がそんな傷んでない状態で定期的に塗り替えてあげれば。 えー、しばらくは、えー、スレートもトタン屋根も、えー、丈夫な状態で、えー、保つことはできると思います。えー、それを、えー、長年放置しちゃったりとかすると、えー、屋根が割れたりとか、えー、する状態まで放置するともう雨水が <laughs> 侵入して中の防水シートもボロボロになってしまうとそうなるともう屋根の塗装はちょっとできなくなっちゃうのでまあそれはいきなり来た人にえー 屋根塗装を時期的にした方がいいですよって言われてするんではなくて、まあ、チラシとか安,い安く塗装しますよっていう会社さんとかもあると思うんですけどそういうところに頼むんじゃなくて一度、えー、かかりつけの、えー、大工さんなり屋根屋さんに一回屋根を点検してもらって、えー、塗装で済むのか、えー、本格的に屋根を吹き替えたり、えー、工事しなきゃいけないのかっていうのは一度点検をや診断を一回受けた方がいいと思います。 でまあ、屋根塗装をすると、まあ、効果といいますか、えー、雨水をは弾くようになるので、えー、屋根の下地の劣化を遅らすことができますね、はいえー、ずっと屋根も放置しておくと擦れトタ端がボロボロになって劣化が始まると下地にも水が入っちゃうので、えー、屋根を塗ることによって屋根の劣化を遅らせるということですですからもう完全に雨漏りしちゃってるとか もう屋根が飛んじゃってるっていうようなやもう状態の屋根にはもう塗っても意味がないのでもうそれはしっかり点検してあの調査するしかないです。でまあ塗装、えー、水性の、えー、塗料も最近はあるんですけどまあ周りに、えー、塗装で迷惑をかけたくないというか近所から あの油性だと臭いが結構するので、えー、気を使って水性で塗る人もいるんですけどやっぱ5年ぐらい経ってくるともう水性の塗料は昔よりは機能は上がってるとは思うんですけど、えー、やっぱり、あのー、色,もう色がかなりもう減退しているというかもう色落ちしてしまってるので、えー、紫外線とかまあ冬から守るにはちょっとやっぱり、えー、油性で塗った方がいいと思います。 え塗ったばっかの時は、えー、色も艶があって、まあ、塗ってから3年ぐらいはそんな変わ差はないんですけどやっぱ5年ぐらい経ってくると油性と水性では全く違いますんで、えー、値段もそんなに変わるもんではないので、まあ、油性溶剤ですねで塗られることを絶対お勧めします。 まあ屋根塗装が必要か必要でないかっていうと、えー、もう屋根の状態をしっかり、えー、点検診断して吹、えー、き替えする状態なのか、えー、屋根が、えー、塗,っ塗,塗装で済む状態なのかっていうのをしっかり、えー、判断して、えー、塗装で済む状態でしたら塗装を定期的に点検して塗ってあげればまだまだ持たせられると思います。で家の中で雨漏りしてなくても。 屋根材から水が侵入して防水シートのところで、えー、雨水が止まっている状態ですと長年気づかない雨漏りが進行しているということになるので気づいた時には、えー、かなり建物の躯体がひどいことになっている可能性もあるので、まあ、そうなる前に定期的な点検を、えー、受けられることをおすすめします屋根の塗装や吹、えー、き替えなどに関してはプロの、えー 屋根のプロの専門家が、えー、しっかり点検調査を行わないとわからないので、えー、もしお困りの方がいらっしゃったら、えー、すぐに点検は30分から40分ぐらいで行えるので無料でやってますんでよろしかったらご連絡く,くださればすぐにお伺いいたしますのでよろしくお願いいたします。